時刻は夜11時30分を回りました。ティアステ電音部ラブワンツーリルネードのしどみゆうかです。電音部では日高玲奈役を演じています。ミーナの堀越瀬奈です。電音部ではかやの双葉役を演じておりまちゅー。はいお願いします。お願いします。はい、今回も2人でお送りしていきます。お願いします。はい、この番組は電音部外神田文芸高校にアサインされた3人によるトーク&ミュージックプログラムです。はい、電音部というのは電子音楽がミュージックカルチャーの中心になった近未来で、電音部に青春のすべてをかける12人の高校生によるプロジェクトです。はい、12人の各学校のメンバーはそれぞれ電音部に所属して、秋葉、渋谷、原宿、麻布の各エリアを拠点にしています。はい、はということでね、まあ、はい、2月5日になりましたよ。もうすぐバレンタインだ。バレンタインだ。14日のバレンタインがありますね。皆さんチョコをください。あのチョコ待ってます。いや、送れないですけどね。送れないですけど気持ちだけね。気持ちだけ待っておりますね。多分寒いかな、この時期。本当になんか雪降ってそうですね。やだね、寒い。なんかさ、今はさ雨が多いじゃん。はい、なんかすごい嫌なんだよね。わかりますね。髪の毛がもうもわもわってなっちゃって。わかるわかる。なんかさ、歩いて今稽古場とか行くことがすごく多くて、はい、そうそう、駅からね、ちょっと、はい、その時にもう雨が降ってる時マジ大変で、もううってみたいな。もう手がね、ついた時にはもうガチガチじゃん。もう開かないみたいな。検温しないといけないじゃん、はい、今さ、どこでもさ、はい、反応しないの、手首。もう冷たすぎて、そう、ローみたいな、ローみたいなのが永遠に出続けるわけで、その上冷たい手に消毒液をかけて、もうあ、もうそう、もう冷えみたいな、すごい大変なことになるからね。みんなね、北海道は常備してた方がいいと思います。防寒対策しっかり。はい、しどみは何してますか最近。そうですね、2月は、うん、学校に行ったり。そっか。そうですね、最近ちょっと試験とかもありまして、めちゃんこ大変じゃん。いや、もう好きなことやってるんで。マジ全然やば。 OK です。勉強嫌いだわ。私も勉強は嫌いです。あ、嫌いだ。確かに好きなことだったらね、はい、頑張れるもんね。はい、さて番組ではメールであなたからのメッセージをお待ちしております。はい、受付メールアドレスはすべて小文字で love12@fmfuji.jp、 love2 数字の1と2@fmfuji.jp。 ツイッターハッシュタグは ds 大文字電音部漢字でつぶやいてください。それでは早速1曲お届けしたいと思います。おい、はい、こちら秋葉エリア、私たち3人による楽曲でして、うん、はい、エモ楽曲になってるので、はい、それでは聴いてください。電音部秋葉エリアの3人による楽曲です。ハンドオーバー。今の
ハンドオーバーでした。ディアステ電音部ラブワンツーリルネードのしどみゆかとミーナの堀越奈でお送りしております。はい、ここからはこちらの企画です。せーの、クラブカルチャーラブワンツー。はい、今日は久しぶりに DJ について勉強したいと思います。いやいやいや、なんと今回はバックトゥーバックです。お、なんだなんだ、どんなスタイルかわかりますか？皆さん、皆さんわかります？わかりますか？お、いや、わかんないって声が聞こえる。あ、わかんないか。こちらですね、バックトゥーバックとは、はい、DJ ブースに2人同時に入り、はいはい、交代で曲をかける DJ スタイルです。ほうほう。テクノやジャングルなどで多く見られるスタイルだそうですね。なるほど。なるほど。なんかそれぞれ相手の流す曲からつなぐため、はい、ミックスつなぐためのミックスのタイミングが難しかったり、うん、苦手なジャンルにつながれてもいかに対応できるかなど、テクニックや経験が問われます。なるほど。相手の曲が分かんないってことですね。そうですね、難しいですね。私さ、みおちゃんとさ初めて DJ やった時、はい、2人で同じブースで、はい、あの交互に繋いだんだけど、 そうですよね、その時は全部お互いの曲把握しててやってたから、それとはまた違うってことだよね。もう完全に分からないみたいな感じですよ ね。すげー、難しそう。難しいね、これ。いろんな、やばい、曲のジャンル知ってないと無理なやつ。そうだ、あ、経験や知識。そうだね。うわ、これはやばい。やばい、分かってても難しいのに。ねえ、なんだって、これは、これを説明受けてるってことは、これはもしかして。それではエアバックトゥーバックで選曲してみたいと思います。あ、怖い、本当に怖い。来ました。はい、それぞれ順番に曲を上げてプレイリストを作っていきたいと思います。なるほどね、なるほどなるほど。テーマはやる気が出るプレイリストということで。あ、なるほどね、はいはい。やる気が出るプレイリストね。やる気が出る、難しい。オッケーオッケー。まあ、お互いね、はい、まあ、知ってそうな曲をちょっと。そうですね、探り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 ね。やる気が、じゃんけんする？あ、しまった。勝った方から最初はグーじゃんけんパー。あ、あいこでしょ。あ、勝っちゃった。勝っちゃった。最初だとさ、いいじゃん。なんで押すの、ね、ちょっと、よし。あ、早速やっちゃうの？ちょっとやってみるか、一回ね。ちょっと、うん、試しに。試しに、ちょっと、こんなもんだ。よし。それでは、はい、エアバックトゥーバック、スタート、はい、じゃあ、まず、一曲目は、ハンドオーバー。てて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 。もうこの曲の次、もうフォーティンティンティティティの、もう私みほちゃんのマニマニしか思い浮かばない。確かに良さそうですね。そのつなぎしか思い浮かばないんだけど今。チートチート。調べてる。この子調べてるよ。ちょっと、よしよし。オッケーオッケーオッケー。あ、じゃあマニマニ。そう、マニマニかな。いいね、でも電音部でつなげていくの面白そう。私もちょっと曲を見てみよう。あ、確かにちょっと変化球。そんな感じですかね。あ、じゃあ、ここでグッドナイトベイビー。おー。グッドナイトベイビー来ましたか。いい感じに。なるほどね。あー、どうしようかな。ちょっと歌ってて。うー、はい。あー、分かった。おおお。チュク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 。もうあれしかないっすね。ちょっと題名待って。曲は思い浮かぶんだけどさ、いつもさ。あ、なんだっけ。歌うね。はい。てて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 ハイボールスだ。頑張って。てて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 て。あ、もう鼻に入る。やばいやばいやばい。てて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 て。サビ入るよ。はい。原宿電脳ロリポンプ。ああ、なるほどね。ハイパービース。あ、またそう。やばい。ちょっと待って、次どうしようかな。やばい、難しいこれ。ポンプ来るか。ちょっと待ってね。ちょっと歌ってて。ちょっと待って。考える。歌聞いとくね。どうしようかな。これ楽しいですね。楽しいね。でもこの辺でなんかどっかに行きたいな。
ちょっとかわいい感じ、ね、ちょっと変化球を、そう変化球求めたよね。電脳ロリポップくるかあ、ちょっと次の考えね、うん、どうしよう、やばい、難しい。電脳ロリポップの次ってなんだろう。あ、ちょっと、あ、でもこれ私がつなげるにしてもちょっとすっごい悩みますね。電脳ロリポップ確かに、え、待って、電脳ロリポップの次なんだろう。あ、難しい。どうしよう、思い浮かばないけど、なんかどうにかしたいな。かわいいけねえ、もっとドキドキしたいね。もうどうしよう、悩むな。七色ステージいきます。あ、はい、七色ステージ。あ、ちょっと、あ、やばい、同じチームつなげたくなっちゃう。やばい、今のね、てん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 、あ、あ、あ、アイドルマジだか。あ、てけ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 、いえ、ま、これさ、最後じゃない、もう。あ、そうだ、終わっちゃう。この次何繋げたくなっちゃった。もう、これに繋げられるの、いただきまみれいけるかな。あ、私、すごいラスト感が、ね、そう、ラスト感が、そう、どうしてもラスト感出ちゃうんだよね。いい曲だよね。でも秋葉エリアで終わりたいからさ、はい、最後ブランクペーパー。あ、素晴らしいですね。ブランクペーパーでもいいか、ま、る実際に繋げるか分かんないやつだ。もう絶対に無理ちょ、もう全然あのテンポ、ね、でも早いんだよ。 BPM とか考えずに言ってしまいましたね。バーサーカーめちゃくちゃ早いんだよ。はい、そうですよね。いやすごいね。ちょっと無理です、私絶対。え、でもめっちゃ面白かった今。楽しいですね。エアーは楽しいですね。エアー楽しい。すごい頭使いますね。頭使うね。わ、楽しい。いや、これいいね。みんなもやってみてください。はい、ぜひ。休み時間とかにやっていただいて、はい、お願いします。はい、ということで、はい、ここで1曲聴いてください。はい、こちらですね、私がさっき、はい、あの鼻歌で歌いました。そうなんですよね。こちら原宿エリアの楽曲ですね、はい、神宮前参道学園の3人による楽曲です。ハイパーベース。
ディアステデイオンブラブワンツー、リルネードのしどみゆうかとミーナの堀越せなでお送りしております。さてこの時間は番組に届いたメッセージを紹介したいと思います。はい、じゃあ私から行こうかしら、はい、お願いします。ラブワンツーネームヤマードさんからいただきましたはい、皆さんラブワンはラブワンは仕事でちょっとトラブってむしゃくしゃしてて、うんうん、仕事帰りにケーキやデザートなど甘いものを大量に買って帰宅、うん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 、これでも買ってぐらい甘いものをうーって食べました、はい、皆さんはこういったイライラしてる時にすることはありますか？イライラ、まだまだコロナも流行っているので気をつけてくださいねっていうことですね。はい、なるほど、うん、イラ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 してること、イライラしてること、なんか、でもやっぱ甘いもの食べたくなるよね。確かになんか無性になんか食べたくなりますね。なるなるなる。何だろう、イライラしてる時、いやあんまり怒んないからね。あ、本当？イライラすることないの？何だろう、料理失敗した時くらいですか、ね、あでもなんかいいね、なんかすごいまだ清らかな、いや心をお持ちなんだよね。何も考えてない性格で最近はうまくいっちゃってるんですよ、ちょっと。おー、なるほどね。あ、でもこの前卵かけご、なんか究極の卵かけご飯みたいなの、はいはい、あるねあるね、そういうのがなんかツイッターで流れてきて、はいはい、あの味の素を入れるって書いてあったんですけど、味の素なくって、はいはい、あのなんかその煮た部類と思ってコンソメ入れたら、おろろ、結構変な味になっちゃって後悔しましたね。そうなんだ。あ、でもまあ卵だからまあちょっと緩和してくれたので、まあ食べられないことはなかったので、まあいいかなと思って食べました。あ、食べたんだね、はい、そんな感じですね。そのぐらいちゃんと残さず食べてるのは偉いわ。ちょっとやっぱり実家からのお米は捨てられないと思って、わかる、お米大事だよね、すごいわかる。いや、イライラしないそうです、しのみんさんは。すいません、私はイライラしたらもうね、脳内でその人のことめった咲きにします。ちょっと楽しそう、ちょっと楽しそう楽しいのが分かんない、皆さんぜひやってみてください。お願いします、お願いしますはい、続いては、はい、ラジオネーム伊達さんからいただきました。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。突然ではありますが、皆さんはテレビ番組やアニメを見ていて、うん、これ食べたいなって思うことありませんか？あ、私はアニメを見ていて、その作品に出てくる食べ物を、うん、登場人物たちが食べているのを見ると無性に食べたくなることがあります。わかる、わかる。例えばせなちゃんが出演している作品の最強紙相撲道では、はい、丹波凛ちゃんがモーモー軒というお店の肉まんを食べているシーンがあったりするんですが、仕事終わりに見ているということもあり開封してしまいます。いや、美味しそうだもん、あれ食べたい、いいね。皆さんはこんな風に何かの影響を受けてこれ欲しいなって思ったり、これ食べたいなってなった経験ありますか？めっちゃある。これはめっちゃありますよね。めちゃめちゃあるね。もう共感でしかない。常に食べたい。わかる。なんかさ、私ドクターストーンっていうアニメ好きなんだけど、はい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 、それに猫じゃらしラーメンっていうのが出てくるわけ。かわいい。だからそれどんな味と思うじゃん。猫じゃらしのラーメンって何と思うよね。入ってるのかな、ね、すっごい気になっちゃって、なんか出してくんないかなって。どっかコラボカフェとか。あー、確かに、ね、それをすごい待ってるの今。コラボカフェのいいところですよね。いや、そうだよね。実物みたいなのが出てくるの確かに気になるんだよね。すごい、これはありますね本当に、うん、でもさ、たまにさ、なんか、はい、ジブリ作品とかのご飯とかさ作ってる人いるじゃん。いますよ ね、 ね、超美味しそうですよ ね、 ね、すごいよね。なんかさ、一回さ作ってるのびっくりしたのが、はい、あの千と千尋の神隠しの、はいはいはい、あの丸いさ、最初に お母さんたちが食べるやつある。プルプルの、あれ作ってるじゃんって。あれって何なんですかね。なんかあれさ、バターめちゃくちゃ入れてて、知ってたのって、なんか知ってたんだけど包み込んで、はい、あれ何と思って。あれも美味しいの、あれ何料理なんかクラゲみたいですよね。そうそうそう、すごいカロリーが多分ね高いらしい。あれそうですよね、あれを真似する。そうそう、気になる。いや、だからすげえと思って。え、しのみんないの、なんか料理得意だからさ、はい、なんかこういうのアニメでやってた、作ってみたとかはない？作ってみたはないんですけど、あの私もジブリで、はいはいはい、あのハウルの動く城とか見てると、無性にあの卵とベーコンだけが食べたくなって、わかる、焼いたりしますね。なんかさ、そういうさ、なんだろう、朝食ってさ、おしゃれで憧れだよね。憧れますよね。ちょっと朝ごはんにそんなおしゃれなもの食べないんで。いや、わかる、それわかるんだよ、ね、本当に。あのフライパンにとかで、フライパンをまず使わない。使わない、使わない、使わない、下洗い物が。いや、わかるわかる、そうなんだよね。すごい、カルシファーがいたらぜひ ね、 いや、そうだよね、やってみたいと思います。なんか機械とかでもさ、気になるよね、はい、
機械なんか使ってるなんかアニメとかでさあ確かに私あのさドラゴンボールのさカプセル、はい、あれカプセルコーポレーションっていうねなんかわかんないか、はい、ドラゴンボールなんかね車とかがちっちゃくこういうカプセルに入るんだよ、はい、ポンって投げたらバンって出てくるやつとかポケモンみたいえそんな感じそんな感じイメージそんなんで、はい、欲しいと思ってえすごいですね持ち歩けるんですよねそうそう持ち運べる車みたいなこっから車乗りたいみたいなそうそうそうめっちゃいいです ねもう作って誰か発明してちょっと日本人ならできそうえできるかな誰か開発者の方お願いいたしますそれはすごく画期的、ね、夢は広がるよいやいいですねありがとうございました、ね、はいというわけで番組ではメールであなたからの質問やメッセージをお待ちしております、はい、受付メールアドレスはすべて小文字で love12@fmfuji.jp love に数字の1と2 @fmfuji.jp ツイッターハッシュタグは ds 大文字電音部漢字でつぶやいてください、はい、はい、ではここでまた1曲お届けしましょう。はいはい、こちら私たち秋葉エリア3人による楽曲で2曲目の楽曲ですね、はい、KKM ソングですねこちらも最高の音楽になっておりますので、はい、ぜひ皆さん心して聴いてくださ い, お願いしますそれでは聴いてくださいブランクペーパーI'm not afraid to die.
りしたのはブランクペーパーでした。ディアステ電音部ラブワン2、そろそろお別れのお時間です。はい、はい、ありがとうございます。もうなんかすごい早いですね。すごいあっという間感がありまちゅー、ありまちゅー、ありまちゅね。はい、楽しかったです。ありがとう、ありがとうございました。今日までだもんね、2人はね。そうなんですよ。またね、来週からは3人でお送りしたいと思います。はい、はいはい、それではここからはお知らせです。はい、電音部から参りたいと思います。現在秋葉、原宿、麻布、渋谷各エリアの CD が発売中となっております。はい、配信の方でもご購入ができますので、皆さんね、配信をポチポチポチっとね、ポチポチ聞いていただけたら嬉しいです。はい、よろしくお願いします。そして太鼓の達人×電音部コラボ、イエーイ、電音部文化祭東京エリア対抗戦が開催しておりますね。いや現在どんな感じなんでしょうね。どんな感じなんですかね。もしかしたら1位になってるかもしれない。これは期待大ですよ、皆さん。よろしくお願いします。私もしに行きたいと思います。行きたいと思います。はい、そして私と美穂ちゃんの情報です。私と天音美穂ちゃんが出演する舞台プロジェクト東京ドールズザ・ガーデン・スカイタワーが2月18日から2月28日に行われます。はい、なんともうすぐですね。早いわ。そうだ、今月ですよ。皆さん準備はできてますか。チケットね、一般発売されてると思うので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。はい、します。はい、はい、そして私シドミからお知らせです。私シドミ優香が所属しているリルネードが2月16日にセカンドシングルフォークソングを発売いたします。そして2月23日火曜日には新宿ロフトでエクストロメというイベントに参加させていただきます。はい、そしてですね、私たちリルネード YouTube チャンネルも開設しておりまして、はい、毎週水曜日と金曜日にいろんな企画をやった動画を投稿しているので、ぜひ皆さんお暇の時に見てください。よろしくお願いします。はい、そしてこの番組は毎週土曜日のお昼12時にディアステージ公式 YouTube チャンネルディアステージインクで聞くことができます。あー、聞けなかったという人はディアステージ公式 YouTube チャンネルディアステージインクでお楽しみください。はい、ではまた来週金曜日の夜11時30分にお会いしましょう。はい、じゃあちなみに最後にですね、はい、じゃあね、私たち、はい、秋葉エリアが、はい、やっぱ対抗戦として優勝を目指すために、はい、シドミンからファンに向けて、はい、私たちの思いをぶつけちゃってください。カツをお願いします。絶対に優勝するぞ。いや足りない、いや足りない、もう一回欲しい、もう一回、よしよしよし、次ね、ちょっと可愛くおねだりして、ぜひお願いしますね。やってね、よし。太鼓の達人見かけるたびにやってね。よし、優勝優勝、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、また来週、バイバイ。